蝶麗栄は、中国の女優。中国河北省老房市出身。上海蝶麗栄影子文化工作室所属。漢族、身長165センチメートル、血液型 A 型。老房市電子新域工程学校卒業後、ある会社に秘書として務めていた。しかし2006年、宮人トラ、創生のオーディションの告知がたまたま目につき応募。同オーディションで優勝し、 女優の道を歩み始める。2010年、日中共同制作テレビドラマ、早急のスワルに出演。2011年、ドラマ、新刊主格格の晴れ字役で一役有名になる。2013年、ドラマ、高級の涙にて主演を務める。2014年、第10回中国企業テレビ芸術祭にて新たな金曜女神となる。2018年、 ドラマ、メイラン再演の春で夫婦を演じた、ウィリアム・フォンと、ドラマ撮影後に実際に結婚し話題を集め、第一子を出産したが、2021年4月23日に、離婚を発表した。100度。2013年9月3日閲覧。メイランのカップル、ウィリアム・フォンチャオリーンが離婚。中国ネットと読めく。レコードジャイナ。2021年5月18日閲覧。 名蘭再演の春から衛星劇場2019年11月19日閲覧ありがとうございます。